どうも皆さんこんばんは、くにるです。さあ今日はですね、初心者必見、原神で毎日絶対にやっておいてほしいこと、これは日課にしてほしておいてほしいこと、噛みましたけども気にしないでください。やってほしいこと紹介コーナーやっていきたいと思います。イエーイ。ということでですね、まあ原神、こういうトーク系の動画撮るとですね、ゲームの BGM がこうたまに流れるぐらいなんですよね。そうなんですよ、世界観を邪魔しないぐらいの雰囲気でしか流れないんで、トーク系の動画とは相性が悪い。非常に悪い。で、今もさ、後ろでこう鳴ってるけども、これ途中途切れるんだよね。なかなかね、編集難しいんですよ。まあ、BGM 切っちゃえばいいんだけどね。はい。ではですね、まず一つ目。合計で、1、2、3、4、5、6、6個かな?はい、6個ぐらいありますので、よかったら全部聞いていてください。まず一つ目。デイリー任務です。はい。デイリー任務。これはですね、まあ初心者の方はまだ解放されてない方もいるかもしれませんけども、ランク、冒険者ランクが12から解放されます。マップを見るとですね、このように紫色のマークがポチンとありますよね。ここに行くとイベントが発生して、まあ任務を受けることができます。まあこっちはね、任務でも見れるんだけどね。1日4つまで出てきて、それは絶対に全部やってください。全部やった後に、モンドの町に戻って報酬を受け取ってください。じゃあ一通りちょっと全部受けちゃいましょうかね。まあ内容としては特にね、難しいことはないんで、本当に言われた、大体まあ敵倒してくださいとか、なんか防御壁っていうか障壁があるんでそれをぶっ壊すとか、まあそんな感じのミッションですね。はい、終わりました。まず一つ目終わりました。こんな感じでね、サクサクできます。で、サクサクできる割に原石ももらえて、冒険者ランクも上がります。これは絶対やった方がいい。ね、冒険者ランクプラス200もらってる。すごいよね。はい、それでは今日の任務が全部終わりました。本当はさっきも言った通り4つあるんだけども、今残ってたのが3つだったんで、3つやってもらいました。でね、このキャサリンちゃんに話しかけると、このデイリー依頼報酬受け取り、冒険ランク報酬受け取り。まあ、これもね、後で紹介するんですけども、こういうのが出てきます。で、これで、絶対に受け取ってください。これを受け取らないと、報酬が全て受け取ったことにならないんでね。はい、これで受け取ります。はい、そうすることによって、さっきもらえてた冒険者ランクプラス、デイリー任務コンプリート報酬みたいなのがもらえます。すごいですよね。これはね、絶対忘れずに毎日やってくださいと。それでは、二つ目紹介させていただきたいと思います。スタミナという制度が実はありまして、まあ、天然樹脂っていうんだけどね、この右上、マップを開くと右上に出てくる月のマーク。これが120、分の28。これは120がマックスで、そこからは増えないんだけども、まあ使っていくと減っていく。で、減っていったら増えるっていう。なんで、これはこまめに使って、まあ怖いっつってもですね、そんなすぐ回復するもんじゃないんで、まあ毎日その120は使っといた方がいいよってことですね。で、1日に6回回復できるんだけども、最初は使わなくていいと思います。まあ、やり込み要素の周回にいろいろ使うようになる。まあ、まずスタミナ、この天然樹脂を何に使うのかっていうと、こういった、ここじゃないな。こういった秘境でアイテムを獲得するときに使ったりとか、まあ、要は報酬を受け取るときだね。こういうボスがいるんだけども、こういうボスの報酬を受け取るときに使います。あ、もう受け取り、消費、ね、こう書いてあるね。こういうときに使います。戦うのは無料なんだけども、報酬を受け取るのはスタミナいるよっていうことですね。で、ここに気になってくることがあると思うんだけども、じゃあどれに使おうかと。迷う方いると思うんだけども、まあ、状況次第っていうのは大きいですね。こういう風に、普通のなんかこのなんだろう、見たことあるかな、マップ歩いてたら青いモヤモヤがあったりとか、黄色いモヤモヤがあったりするときあったと思うんだけども、そこにも、ミッションがあるんですね。で、それをスタミナを消費して開けるっていうのがあるんだけども、まあ、黄色がお金がもらえる。で、青が冒険者ランクが一応もらえるっていう、まあ、経験値をもらえる。みたいな感じなんだけども、そうだな、最初は青いのとかやっとってもいいかな。俺は結構青いので最初消化しましたね。まあ、キャラの経験値も上げたかったんで。で、今は、もう、がっつりボス。がっつりボスに使ってます。ボスを倒すと何がもらえるかっていうと、まあ、レベルを上限解放するための素材とか、まあ、武器の型紙、原型とかもらえたりとか、装備品って言っても、武器じゃなくて、生物っていうものがランダムでドロップしたりします。で、その生物の内容も結構良かったりするんですけども、まだ冒険者ランクが低くて世界ランクっていうものが解放されてない段階だと、そんなにね、美味しくはないので、まあでも、難しいな。本当に人によるんだわ。人によるんですね、この辺は。まあただ言えることはですね、一通り全部一応やってみて、どういうのがもらえるかっていうのを体験してみてください。
そして後々自分が必要になってくるものっていうのを吟味して受け取っていくといいと思います。より報酬がいいものについては、使う天然樹脂の数が多くなってくるんで、まあそこはねちょっとだけ注意してくださいって感じですね。はい、では3つ目いきましょう。さっきも説明したんですけども、この秘境、秘境っていうところは日替わりなんですよね、報酬が。なので自分の欲しい報酬の日に潜ってください。なのでこれも一応毎日チェックした方がいいかと思います。こんな感じで曜日ごとに分かれておりますんで、よかったらチェックしてみてくださいと。なんでまあ最初の頃はこれやることないかな。俺も今のとここれねやることないんで、まあ武器強化してないってのもあるけどね。まあこれもやり込み要素になってくるんですけども、一応確認しておいた方がいいと思います。最初の頃からね、こまめにコツコツ武器強化する人もいると思うんで、チェックしてみてください。それではお次4つ目いきます。4つ目は最初にもちゃっと言ったんだけども、探索派遣。この探索派遣というものが解禁されますので、これを毎日やった方がいいと思います。でこれ何かっていうとですね、まあキャラを旅に出させる、出張に行かせるみたいな、まあそこの地域に出かけさせて素材を取ってきてもらう。でこれはこれね、4時間8時間12時間20時間書いてあるんだけども、もらえる報酬の量が増えてきます。量と質が上がるのかな。うん、場所によっては質が上がったりするんだけどね。どうだろう、上がる場所、あ、これこの鉱石ね、鉄のかけらとかあるじゃん。白金のなんだっけ名前覚えてないや。でこれを8時間にすると青い水晶になるんですよね。でここの青い水晶というのは武器の生成にめっちゃ使うんですけど、20時間旅に出させると7から8個取ってきます。これがねすっごいいいんだけど、20時間なんですよね。20時間なんですよ。でこれはモンド、地域ごとに分かれて、進行度によって増えていきます。まあ一応モンドでモン、なんつうの、モンドだからの報酬とかもあるんだけども、まあ特産物ぐらいかな今んとこ。うん、特産物ぐらいだね。このハスのなんちゃらとか、これ松茸かな、ちょっといやらしい格好してますけども、まあそういうのが、変わってくるよってぐらいかな。基本的には俺鉱石のとこ出してますね。でキャラによってはこのフィッシェルちゃん、モンドの探索任務の所要時間がマイナス 25% とかするんで、まあ20時間のとこ出しとけば、25% も減すらかなりでかいですよね。うん、でもまあおすすめは夜辞めるときに出しておいて、で次朝仕事とか行くと思うんですけども、まあ俺は行かないんだけど俺ニートなんで行かないですけどまあそういう風にサイクルを決めて出した方がいいと。まあどうだろうな、20時間はちょっと俺は厳しいんだけども、1日やりなかったらとかする人はぜひ出しておいた方がいい。で注意事項としては、その出したキャラは使えなくなるんですよね。その時間帯使えなくなります。仮にちょっと行幸さん出してみましょうか。こう20時間でこうすると20時間行幸さんは使えなくなります。その代わり呼び戻すこともできるんで、まあ必要になった時は呼び戻してもいいのかなと。ただそうすると時間リセットされてね、報酬もらえないんで、まあ無駄になってしまうので、そこは注意ですね。なのでキャラをね、多分無課金の人はあんま持ってないと思うんで、まあ慎重にって感じかな。それこそだから12時間とか短い時間でやるのがいいのかなという感じですね。はい、それでは5つ目いきます。5つ目もね、ここをことすんじゃうんですよ。まあこれはね、正直やらなくてもいいかなっていうのはあるんだけども、初心者の人はね、お金にちょっとでも余裕があればやっといた方がいいかなと。この料理を買うこと、まあ料理っていうか1日数量限定で売ってる料理とかあるんですよ、アイテムとか。それを買うっていうことですね。でこの低ワット風目玉焼き、これは復活させるやつなんですよ。で意外と俺持ってないんで、毎回ね5個ぐらい買ってます。ほら買ったらなくなったでしょ。こういう風に数量限定で売ってるものもあるんで、よかったらチェックしてみてください。まあ食材とかなかったりとか、作るのめんどくさいなって思ったら普通の料理も買ってもいいしね。それではお次6つ目、これが最後かな。これはね、ランクが20、冒険者ランク20いるんだけども、この範之、ちょっと漢字が読めないんだ俺、左上見て、範之、天空範之、この範之を解放されたら必ずこれをやってください。これ R を1回押すと、じゃん、デイリー任務ならぬデイリー任務がデイリー範之任務が出るわけですよ。ここはねマジで毎日やって、いや何があるかって、普通のデイリー任務ミッションとは違ってこれ別枠なんですよね。でしかも自分でこれ受け取らなきゃいけない。デイリー任務4回クリアする、これさっき やりましたよね。でこれで受け取りができます。でそうすると何が起きるかっていうと、このね、レベル4なんと、これなんだろうな、シーズンパスみたいな、シーズンミッションみたいなやつですね。この範之経験値695、1000ってあるんだけども、これをどんどん増やしていくことによって報酬が良くなって、いろんなものがもらえていくってことですね。
まあ無課金でもねもらえるこの石とかもあるし、ね、50レベルになったら石とかもらえるし、まあそういうのがもらえるシーズンパスみたいなやつですね。で、上の大地の領域が無料でもらえる。で、下の天空の領域が課金が必要なんですよ。そこちょっと難点なんだけども、課金俺まだしてないんだけども、してもいいぐらい高級なんですよね、報酬が。まあ見てわかる通りですね、レベル50、多分レベル50まで行くのは相当大変なんだけども、レベル50まで行くと原石が680個もらえます。で、無課金の場合はこれが1個しかもらえないんだよね、このガチャの玉が。なんでここだけ見てもわかる通りかなり報酬の差があると。期間が一応決まってますね。風取りの乗り行き絶対違えよな、乗り行き。まあこの乗り行きレベルが30以上になると、ここの中から武器を1本もらえるんですね。任意で選べると。要は限定武器みたいなものがもらえると。で、これはおそらく無課金の方でももらえると思うんで、レベル絶対30まで上げてほしいと。これが35日間で30まで上げると。35日間っていうのは今あれなんで、イベントが始まって今原神がリリースされて1週間ぐらいなんで、2日間ぐらいか。まあちょっとね、期間については時期によってそろそろもろもろ変わってくると思うんだけども、ここもね絶対にクリアした方がいいところですね。で、性能も一応見れます。よかったら確認してみてください。でね、これ注意してほしいのは本当にあれなんだけども、これ受け取らないと増えていかない。なので、やったからといってここを受け取らなかったら多分その日無駄になっちゃうんですよね。俺もうね、2日間ぐらいやってなくてめっちゃ後悔してんので。デイリー、ウィークリー、シーズンとあるんで、ここをね、まあクリアしていくって感じですね。で、ちなみに課金いくらなのっていう方いると思うんですけども、課金については1220円のものと2440円のものがあります。この天空のりゆきが1220円で豪華な報酬になっていくと。で、この真珠の座っていうやつは天空の竜気プラス、レベルが強制的にプラス10されて、さらに名刺の、名刺のやつがもらえます。そしてスタミナを回復する樹脂っていうのが5個もらえますね。でね、俺正直これね、まあめちゃめちゃやり込む人は天空の竜気買ってもいいと思うんだけども、この真珠の歌はいらないなって感じですね。まあ一回俺多分課金すると思うけどね、この名刺が欲しいから課金すると思うんだけども、継続的に課金するのはまあこっちかな。ただね、直ちに乗り行きレベルプラス10されるので、もうこれは間に合わんぞと。もう今シーズン間に合わんぞと。ね、例えば26。わあ、もうどう頑張っても今日で26までしかいかんな。明日終わっちゃうなってなったら、まあ課金して一気に36にして、武器の報酬をもらえると。で、この武器の報酬は今回のシーズンのみかもしれないんで、まあ次のシーズンはね、何か生物になったりとか、もしかしたらキャラとかになるかもしれないんで、まあそういう時に応じて使い分けるのもありかなと。まあ小シーズンはちょっと様子見だね。はい、ということでね、ちょっと口で説明して画面も見てもらったんだけども、わかりにくかったらすいません。わかりにくかったらすいません。でも個人的には絶対やっておいた方がいいことはこれですね。自分の日課にしてることはこれですね。一番注意してほしいのはやっぱり乗り行きの報酬受け取り忘れですね。そこだけは気をつけてください。まああとは、デイリー任務も忘れることはないだろうし、スタミナを使うことも忘れることはないだろうし、まあね、特にそんな毎日コツコツ、決めたことをやって縛ってしまうと、ちょっとゲームが仕事みたいになっちゃってつまんなくなっちゃうんで、まあなんだろう、やりたいことをやりたいことだけやるみたいな、そんな感じのスタンスでもいいと思うんだけどね。まあ今回紹介したものに関しては毎日無限にやれるものではないので、まあやっといた方がいいね。結論やっといた方がいいわ。仕事みたいになっちゃったらあれだけど、やっといた方がいい。ゲームがね、有利に進めれるし、いろんなものがお得なんで。それではこれからも原神の動画いっぱい出していくと思いますんで、よかったらチャンネル登録、評価の方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。